じゃあその後は指導者とかって考えてるの？逆に市外が指導者やってるのに俺は驚いてるから、最初なった時に大学の、ね、指導者とか、サッカー部潰す気かとか、大学潰すんじゃねえかって散々も言われて、うん、サッカー界に戻る気はない。俺その当時と比べてやっぱり今はどういったところがレベルが上がってたりするの？今の、まあ、代表とかオリンピック今年代、はい、いやもうこの質もそうだし、で俺らなんて本当に練習やって打ちっぱなし行って酒飲んでとかそんな環境でやってこれちゃったけど、そうだ、ね、ある程度ね、俺がもう30、40ぐらいになった時に、まあ、J のチームいろいろ行ったけど、若い子たち その意識の違いっていうのが、うん、飲みにも行かないとか、うん、居づらいなじゃないけど、うん、違うなって思ってから、やっぱそういうオリンピック世代とか、うん、ユースとかね、オリンピック世代の子たちがすごい意識高くやってるなって、まあ今のね、もちろん代表にいる久保君とか三笘君とかみんなね、あのとかすごいなと思って、だプレーのクオリティ以前のものですね。そう、まあ、そのプロとして臨むっていうところ、うん、まあ、そういうのちゃんとできてるのは、まあテルみたいにこうやってずっと長くできるんじゃない。実際にさ、若い選手も見てるわけじゃない、うん、どう、なんかそのプロと意識みたいな。でまあ、僕今 J3 だから終わるかもしれないですけど、あとまあみんな若いんで、うん、でもみんな本当にひたむきに、うん、まあ真面目と言ったらいいのかな、うん、まあそういう感じはしますね。でもやっぱサッカーも、まあ当然うまいとかそういうのは当然なんですけど、うん、やっぱアスリート性がやっぱ高まってんのかなっていう感じはするんで。どういうこと？より早く、うん、連続できるとか。なるほど、ね、そういうのが多分昔に比べたらそういうプレーが増えてるような気もしますね。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。やっぱりもう僕らの頃と全然違う、プロとしての、まあ、準備の段階からその意識は当然違うだろうし、うん、まあ、それこそ僕らの時は海外でプレーしている選手誰もいなかったけれども、うん、今はまあそれが当たり前で、目指すとこも目標も全然違うし、うん、今テルが言ったそのもちろん僕らがやってたサッカーとまた今のサッカー全然違うんで、その強度だったりとか、うん、その局面局面はまあ知らんみたいにがっつりこう相手を潰す、あのデュエルの部分って、まあ、昔からある部分だけど、でもその連続性だったりとか、うん、あとはポジションによってもあの求められる役割が違ったりとか、うん、やっぱちょっと全然違うんで、うん、一概にこう比較はできないけれども、うん、まあ、当然たくましくなってるっていう、なんか、うん、それはもうオリンピック世代でも、だってオリンピック世代でももう海外行ってる選手が A 代表と兼任とか、うん、A 代表見てもほとんど海外でしょ、うん、だから僕らがなんか初めて海外の選手たちと戦ったのとは全然違うし、それがベースにあってその中でたくましく戦っていかなきゃいけないっていう、まあ、なんかそこの強さもあるんじゃないですか、メンタル的な。どう、テル、なんかその今の世代、世界とまあ戦えるのか、どういうふうに見てる、その年代のプレイヤー。いろんな経験は僕らの時と比べ物にならないぐらい多分積んでると思うんで、うん、期待はしたいなぁと思うんですけど、でももうオリンピックとか出るのが当たり前みたいな感覚。そうだね、だから僕らが出てからは一回もずっと途切れてないでしょ、男子、うんうん、確か、まあ求める、まあそれはオリンピックだけでワールドカップもそうなってるから、うん、よりその上を目指すというか求められてるんじゃない、で出て騒がれるってことはないと思うから、うん、今日アトランタ五輪中心にお話をさせていただきましたけど、こうやって振り返ってみてどうでした？いい経験したなと思うんで、うん、でもああいう経験があるからまたこういう場があって、うん、またこう昔をこうだらこうだ言いながら楽しく喋れる時間も、うん、もらえたし、良かったなと思います。いつまで現役？まだ全然やるつもりなの？まあ引退は近づいてきてるわけじゃない？その辺はどう思ってるの？当然意識はします。
でも1年でも長くやりたいと思いながらやっぱりやってる。今現在はやりたいなと思ってるんですけど、うん、まあこればっかりやっぱ体のこともあるだろうし、そう、ね、うん、そう、僕一人の話じゃないんで、うん、何とも言えないですけど、うん、まあ今本当プレイしててすげえしんどいですけど、うん、やっぱ同じぐらいやっぱプレイしてて楽しいから、モチベーションがすごい。本当だよね。え、なんか追い込む練習とかもうやりたくないと思わない？ああ、まあやりたくないですよ。練習は好きな方じゃないから。あ、でもやっぱりあのサッカーの試合っていうか、うん、11対11のゲームがやっぱ面白いですよね。なるほど。まあその後に、まあ仮に現役引退します。じゃあその後は指導者とかって考えてるの？逆に次第が指導者やってるのに俺は驚いてるから。いやもう俺言われ慣れたから、最初なった時に大学の、ね、うん、指導者とか知ってる先輩とかに、うん、サッカー部潰す気かとか、大学潰すんじゃねえかって散々もう言われて、うん、まあ、それでもね、なんとか11年やってるから。そうだよね。そう、え、シラやりたいと思って。じゃあ俺はね、でもね、監督とかじゃなくて、うん、コーチでよかったの。なるほど。そうで、コーチでもう監督がグーの音が出ないぐらいもう全部やって、うん、準備から練習もやって、監督が何も言わなくていいようなコーチになりたかった。なるほどね。そうそうそう、うん、で、ね、一緒にやった阿部俊が辞めちゃったから、うん、まあ、急遽監督になっただけで、うん、で監督やりたいとかじゃない。その後 J で監督やりたいとか、そういう目論みっていうか上目指してるあれは全く。それは今のところはないんだ。そう、今すごいいい環境にいるのが、うん、大学生って毎年出会いと別れがあって、うん、で4年間成長を見る人間としてとか、うんうん、それがすごい楽しくて。なるほどね。そうそう、そういうやりがいがね、今すごい。テルが笑ってるけど、テルどうしたの？いや、白井の口からそんなことが出てくるのかな。それも言われ慣れてるからいいんだけど俺はね、話せばやっぱ思い出してくることもね、やっぱいろいろあるし、うん、まだまだ聞きたいこともあるし、ね、サッカー界戻ってこないのかなとか戻る気ないのかなとか聞きたいし、サッカー界に戻る気はない。俺ないね。俺だってびっくりしたのが、うん、何年か前に家帰ってテレビ見たら、ゾノがスイーツのプリンかなんか紹介してテレビでして、何やってんだと思って笑っちゃったの最初。だからゾノすごいことやってんなと思って、それ見て俺も頑張んなきゃな思った。思ったよ。いや俺はないな、やっぱり。いやもう楽しいって言ってたけど、やっぱり大変さももちろんあるじゃない、うん、でそのまあ、選手やってたから監督とのこう向き合い方もあって、監督の難しさもなんとなく分かるじゃない、チームまとめる、うん、俺はちょっと耐えられないな。現場じゃなくても戻る気はない。それはまあ現場じゃなくてもちょっとサッカー界の違うとことか、うん、チームの、うん、ないね。ないない、監督もコーチも選手もそうだけど、同じサイクルでしょ、うん、まあ、選手の時も練習行って、うん、まあ、監督とかだったらもっと早く多分準備しなきゃいけないけど、うん、もうその生活が嫌だもん。もうその生活に戻りたくないんですよ。そう、あのもうずっと行って、まあ週末は試合、うん、あれがもう絶対嫌、もう戻りたくないの、あの生活。ランダムな今のいろんなことやれる方が楽しいんですよ。そうそう、その中でまあこうやってサッカーの話できたり番組で話して、それがもう楽しいんです。だもうシラとかこう、まあ、現場戻ってるね、同世代でもいるけど、ヨシカとかハットとか、で現場でやれる人はそうやって頑張ってもらって、まあ、僕は僕で違う、うん、道かなと思ってます。とか言って俺も分かんないけどね、それシラも言ってたけど、うん、俺あの人の情報とかあんま吸収しない、うん、ゾノが何やってるとか、うん、例えば道木が何やってるとか、うん、だから全然分かんなくて、うん、俺ゾノ結婚してるんでしょ。してるよ。もうそれも知らなくて、もう今年5年になる。え、そうなんだ、うん、だそういうのも知らないのよ全く。誰が何やってるとか全然知らなくて、今回これの話もあって確かにね、これでなんかまたこう近所分かったりとかいろんな話ができるから。テールはだって ね、まあ、ね、嫁さんも俺知ってるし、まあ、うん、息子もね何回も、サトシだっけ、
違うわ。全然違う。ね、毎年会ってるから嫁さんも。そうかそうか。そうそう、そこはもう近況知ってたから。でも他の人何やってるのか全然知らないし、自分で情報仕入れようとも分かんない、してないから。まあある程度現場にね、監督とかやってたらあれだけど、うん、まあでもいい機会になったし、うん、まあ現役だからね、テルは頑張ってもらって、うん、すごい喋るようになったよね、テル。なんで？いつ変わったの？え？いや、もともとこんなんですよ。もともと喋るけど、あんまりこう、控えめにしてた。ああ、間違えました。慣れるまでに時間がかかる。ああ、そういうことね。もうだから今はもうだいぶ大人になったし、初めての人とか初見の場でももう大丈夫ってこと？まあ、そういうのも、はい。あと、だって、ジョーさんとかシュラはもう昔から知ってる人だから、だから喋れるように、喋れるっていうのがあるんですよ。ああ、なるほどね。やっぱ初見の人はちょっと、まだ難しいかもしれないけど。49歳。でね、連絡だ誰取ってるの？その年代。俺ヒデと。あ、ヒデとね。俺ヒデと。あとマコ田中。まあだからヒデとマコも俺だいぶ会ってないし。まあヨシカ連絡取るけど、でもここちょっと会ってないね。まあ現場いるから。まあヒデはまあゴルフで会うけど、うん、テルは誰か連絡取ってる？その世代。まあヨシカはたまに。うん、まあ、あいつは誰とも。あとまあヒデとは今。コーチやってるから。でもそれはもうやっぱずっと静岡の昔の。ああ、それもある。いやだから結構だから会ってない。意外と俺はいるし、あとは連絡つかない。つかないっていうか。いやそれこそだ、庄司とかも全然会ってない。あ、そうか、会ってないんだ。そう。俺はまあこの番組とかでも会うけど、でもだいぶ容姿変わったけどね。ね、なんか中で見たのすごいよね。すごいっていう。だいぶ変わったし、貫禄が。今回ね、シラとね、テル来てくれたけど、まあ集まって、うん、またこう、あんまオリンピック関係なく、うん、こう話せたら、またまた楽しいかもしれないから。ね、サッカーの話なんてしないでしょ。しないし。集まったら。したそんなもんで。お題がない限りはしないと思う。そう。